昔々、パル村にとても美しい娘がいました。おとり娘だったため、娘が年頃になると隠遁から婿さんを迎えました。二人は村でも評判のとても仲の良い夫婦となりました。ところが婿さんは美しい嫁さんのそばに少しでも長くいたいので、なかなか畑仕事に行きません。そこで町の絵師に嫁さんの絵姿を描いてもらい、仕事をするときはそれを竹竿につけて畑に立てておくことにしたのです。そんなあるとき、大風が吹いてきて嫁さんの絵姿が飛ばされてしまいました。絵姿は空に登って見えなくなってしまいました。さて、この絵姿が落ちたのは遠い京の殿様の屋敷の庭先でした。なんと、この世にこれほど美しい女性がおるとは。お前たち、この絵の女性がどこにいるか探してまいれ。殿様はそう言って絵姿の美女を探し出すよう命じました。そして絵姿の美女を見つけると、殿様はすぐに京の屋敷に連れてこさせました。こうして婿さんは無理やり嫁さんと別れさせられてしまったのです。婿さんは来る日も来る日も嫁さんのことを思い続けていました。ああ、もう一度だけ嫁さんに会いたい、嫁さんに会いたい。しかし、殿様の屋敷の中ではどう苦しんでいると、戸から来た商人が言いました。5月5日の端午の節句の日だけは勝負売りが殿様の屋敷の中に入れるそうだ。それを聞いた婿さんは喜んで勝負を背負うととへ登っていきました。けれども5月5日には間に合わず、翌日の5月6日にやっと戸に着きました。1日遅れてはもう殿様の屋敷へ出入りすることはできません。婿さんはがっかりしながら大きな屋敷の周りを勝負勝負と大声を上げながら歩いていました。はてー、節句は昨日のはず、6日の勝負売りとは珍しい。屋敷の後は1日遅れの勝負売りを笑っていましたが、その声を聞いた嫁さんは屋敷の庭を走り、塀の外にいる婿さんに声をかけました。ああ、あなた来てくれたのね。お前か。そう、私だよ。今はふと目があるから夜中に迎えに来て。よし、わかった。その夜、嫁さんは婿さんと手を取って故郷へ逃げていきました。苦しい旅でしたが、二人は山をいくつも越し、やっと村が見える峠まで逃げてきました。寺の赤い屋根が見える、もう少しだ。婿さんは嫁さんを励ましましたが、嫁さんはその後ことを聞いて張り詰めていた気持ちが一度に緩んでしまったのでしょう。その場へ崩れるように倒れると、そのまま息を吹き取ってしまいました。亡くなった嫁さんの故郷では、その後毎年5月6日に紫色の勝負の花を家に飾って、気の毒な嫁さんの霊を慰めるようになったということです。おしまい。